こんにちは、みんな。西洋には、毎日牛乳を配達する人は、毎日牛乳を飲む人より健康である、ということわざがあります。定期的な運動や仕事は、ただ座って有益なものを摂取するよりも多くの健康上の利点をもたらすため、これは当然のことです。このことわざから、私たちの健康と長寿を決めるのは、私たちのライフスタイルと毎日の習慣であることがわかります。 例えば2022年にアメリカ老年学ジャーナルに発表された研究によると検査参加者のうち上位25%に含まれる最も楽観的な人々は楽観的ではない人々よりも90歳以上生きる可能性が高かったしたがってこのビデオでは運動や水を飲むことについては説明しませんが多くの人が予期しない場所での6つの習慣を共有します このビデオを見た後は、一度にすべてをやろうとしないでください。6つの習慣の中から1つを選択し、それを30分間実行します。それが健康で長生きするのに大いに役立つと確信しています。今すぐ始めましょう。習慣その1、もっと噛むこと。健康で長生きするというと、すぐに食事と運動を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。 しかし、私たちが無視しがちな重要な要素は、食べ物をよく噛むことです。これは消化に影響を与えるだけでなく、脳の機能、特に記憶と認知にも大きな影響を与えます。咀嚼と記憶能力の関連性を調べるために、興味深い研究が行われました。小学生は、色付きのプレートを特定の順序で30秒間並べ、 記憶して同じ順序に並べ替えるというテストに参加しました。驚くべき結果は、学生がテスト中にガムを噛んだ場合、ガムを噛まない場合に比べて精度が2倍になったということでした。この研究の結果は、チューインガムが脳、特に記憶管理を担当する脳の部分である海馬への血流を増加させるのに役立つことを示しています。なぜこのような現象が起こるのでしょうか 私たちが噛むと、咀嚼筋が活性化され、三つ股神経を介して脳と結びつきます。これにより、大脳や扁桃体などの認知に関与する脳領域が刺激され、これらの領域への血流が増加し、それによって認知機能と記憶力が向上します。また、噛むことは消化を促進するだけでなく、脳の活性化にも直接影響します。ガムを噛むと、 歯の周囲の組織に圧力が伝わり、それによって脳が刺激され、脳の機能がより効果的に機能します。従って、歯が不健康であったり、歯が欠けていたりすると、私たちの認知能力にも重大な影響が及ぶ可能性があります。歯が健康でない場合に認知機能が低下する主な理由は2つあります。1、咀嚼回数の減少。十分に咀嚼しないと、 脳に必要な刺激が届かなくなり、認知機能が低下します。に、硬い食べ物を避ける、歯に問題がある場合、生野菜などの硬くて栄養価の高い食べ物を避け、代わりに麺などの柔らかい食べ物を選ぶ傾向があります。これにより、体に必死のビタミンが欠乏し、認知機能低下のリスクが高まります。したがって、健康で長生きするためには、 お口の健康を守ることが非常に重要です。歯が弱ったり欠けたりした場合は、噛む能力を維持するために入れ歯や歯科インプラントを使用します。同時に、ガムやスルメなどよく噛む必要がある食品を定期的に噛んで、咀嚼筋の働きを刺激し、脳の健康を促進します。最後に、食事の際はよく噛む習慣をつけましょう。これは消化を促進するだけでなく、 脳の老化を防ぐためのシンプルだが効果的な方法でもあります小さな習慣でも健康に大きな違いをもたらす可能性があることを忘れないでください習慣その2聴力を決して悪化させないでください高齢になると難聴になるのは避けられないと思われがちですが実は難聴は無視できる単純な問題ではありません聴力が障害されると 認知機能にも大きな影響が生じます。これは難聴だけでなく、生活の質にも直接影響します。はっきりと聞き取れないと、会話に参加することを躊躇してしまいます。他人の話を気持ちよく聞くことができないと、コミュニケーションを取る。時にぎこちなくなります。時間が経つにつれて、社会活動への参加が減り、孤独感や孤立感が生まれます。 これにより、認知機能の低下や認知症などのさらに深刻な障害のリスクが高まります。さらに、聴力が低下すると、脳のエネルギーは音の処理により集中しなければならなくなり、時間の経過とと,ともに他の認知機能に影響を及ぼします。これは、認知不可理論と呼ばれるもので、音声処理の不足を補うために脳が過剰に、働かなければならないというものです。 患者との仕事の中で70歳を超えて難聴のある人は良好な聴力を維持している人に比べて認知機能の低下を発症する可能性が大幅に高いことが分かりましたこれは耳便効果の健康を保護し管理することの重要性を示していますしたがってあなたまたは愛する人が難聴であることに気づいた場合は ためらわずにすぐに自貧効果の医師の診察を受けてください。早期治療により、難聴を遅らせ、生活の質を向上させることができます。特に、今日の補聴器は性能もデザインも大幅に向上しています。難聴が生活に影響を与えないようにしましょう。耳を保護してコミュニケーションを継続し、認知機能低下のリスクを軽減し、 より長く健康に生きるのに役立ちます。習慣その三、肉を食べる。私がプレゼンテーションで聴衆に、高齢者は肉を食べるべきだ、と言うと、ほぼ10人中9人が自分のコレステロール値を心配します。コレステロールは健康に有害であるとよく考えられていますが、これは実際にはよくある誤解です。この不安を払拭するために コレステロールが体に有害であるという考えは誤解を招くものであることを確認したいと思います。実際、コレステロールは必要なだけでなく、特に、年齢を重ねるにつれて健康維持に重要な役割を果たします。コレステロールとは何ですか人間や動物の体内に存在する脂肪の一種です。重要なことは、 コレステロールは多くの人が考えているような敵ではないということです。生命維持に欠かせない性ホルモンや細胞膜の生成に極めて重要な役割を果たしています。コレステロールがなければ、私たちの体は新しい細胞を生成したり、健康全体に不可欠なホルモンバランスを維持したりすることができません。 コレステロールは体の機能メカニズムに関係しているだけでなく、精神的健康にも直接影響します。あまり知られていないことの一つは、コレステロールが脳内の重要な神経伝達物質であるセロトニンの輸送に関与しているということです。セロトニンは、私たちの気分、感情、さらには社会的行動を調節する役割を果たします。 神経伝達物質というとドーパミンやアドレナリンを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、セロトニンは他の伝達物質の生成や使用を制御する司令官です。特に、コレステロール値が高い人はうつ病のリスクが低いことが多く、うつ病になった場合でも、コレステロール値が低い人よりも回復が早くなります。 男性ホルモンであるテストステロンもコレステロールから作られる成分です。テストステロンの減少はコレステロールに関する誤解のせいもあって一般的な減少になりつつあります。多くの人はコレステロールを減らすことが健康に良いと信じていますがこれは意図せずテストステロンレベルを低下させ男性の性的能力や生殖に関する健康に影響を与えます。さらにある研究では コレステロール値が低いと、免疫細胞を生成するのに必要な物質が不足し、免疫システムが弱まるため、癌のリスクが高まる可能性があることさえ示しています。ただし、これはコレステロールを高くしすぎてはいけないという、意味ではありません。コレステロール値が高すぎると、高コレステロール血症を引き起こし、アテローム性動脈硬化を引き起こし、 心血管疾患のリスクを高める可能性があります。しかし一方で、コレステロール値が低すぎると血管が弱くなり、脳卒中のリスクが高まります。ここで重要なことは、高すぎず低すぎず、バランスの取れたコレステロール値を維持することです。コレステロールは敵ではなく、むしろ私たちの総合的な健康を維持するのに役立つ仲間です。 コレステロールを正しく理解し、それを適切なレベルに維持する方法を知ることは重要であり、それによって寿命を伸ばすだけでなく、生活の質も向上します。第四の習慣、どんな仕事でも良いので、働くこと。世界的に長寿で有名な地域、例えば沖縄やギリシャのイカリア島には、注目すべき共通点があります。 これらの場所に住む人々は常に身体活動を維持しています。高齢になっても、彼らは日常的な活動、例えば庭仕事や植物の手入れ、家事などに積極的に取り組んでいます。言い換えれば、重労働でなくても、彼らは常に何かしらの仕事を続けているのです。常に身体活動を維持する。ことに加えて、十分な量の食事をすること。 過食をしないこと、目的を持って生活すること、ストレスを管理する方法を知っていることなど、他の要因も長寿に貢献します。しかし、これらすべての要素の中で最も重要なのは、やはり継続的な動き、つまり仕事です。働くことは体の健康を保つだけでなく、心を鋭敏に保ち、老後の認知機能の低下を防ぎます。 働くことの重要性を証明するもう一つの証拠は、イギリスの有名な経済史が、数十年にわたって実施した幸福度に関する調査の結果です。この調査では、離婚、死別、失業などの主要なライフイベントが人々の幸福度にどのような影響を与えるかを調査しています。その結果は驚くべきものでした。幸福に最も悪影響を与える要因は、 大きな個人的な出来事ではなく失業です職を失うことは離婚や愛する人を失うことよりも大きな悪影響を及ぼしますこれは働くことが収入をもたらすだけでなく前向きな心理状態と人生の意味の感覚を維持する上で重要な役割を果たすことを示しています 英国の調査だけでなく、世界中で行われた他の多くの研究でも同じ結論に達しています。つまり、人々は長生きして幸せに生きたいなら、高齢になっても働き続けなければなりません。働くことは身体の健康を維持し、精神を鋭敏に保ち、人生に喜びをもたらします。この問題に関する研究資料をすべて集めたら、きっと分厚い本が書けるでしょう。 これはワークアウトの利点が単なる認識や理論的なものではなく科学的に証明されていることを裏付けています西洋には毎日牛乳を配達する人は毎日牛乳を飲む人よりも健康であるという非常に良いことわざがありますこの発言は完全に理にかなっています適度なレベルであっても定期的な活動は 健康的な食品を摂取する以上の健康上の利点をもたらします。運動と労働が健康的な生活を送るための鍵であることを強調しています。また、老後を幸せで健康で有意義な生活を送るための最も重要な条件は働き続けることだと信じています。退職は仕事を辞めるという意味ではないことを忘れないでください。 あなたの健康状態や年齢に合わせた仕事を見つけてください。時には、年齢を忘れて、自分の好きなことをして貢献し続けること、それが本当に有意義で充実した人生を送る秘訣です。週刊その後、性ホルモンの低下に注意する。中年期に入ると性ホルモンの減少は避けられず、身体的にも精神的にも様々な変化が起こります。 男性ではテストステロンが徐々に減少しますが、女性ではエストロゲンが減少します。この減少の結果として、男女とも去勢手術と呼ばれるプロセスを経ます。これは、第二次成長が徐々に消失し、顕著な健康影響を引き起こすことを意味します。高年期障害は女性だけの症状だと思っている。人も多いですが、実は男性にも同様の症状があります。 今日、医学ではこの現象を自発性生鮮機能低下症候群と呼んでいます。これは性的欲求の喪失だけでなく、全体的な健康にも大きな影響を与えます。小ホルモンが減少すると、私たちの体は一連の不快な症状を引き起こします。自律神経が乱れると、倦怠感、悲しみ、イライラ、さらには過度の発汗、動機、不安感、肩の痛み、 関節の痛みなどの症状が引き起こされます。これらの症状はすべて性ホルモンのアンバランスの結果であり、日常生活がより困難になります。特に更年期には、男性も女性も精神的な問題を抱えやすくなります。うつ病は最も一般的な症状の一つであり、うつ病と診断された人の多くは、更年期障害に関連した問題も経験しています。 今は身体的な健康だけでなく、人々の精神的な健康にとっても困難な時期です。欧米では、小ホルモンが減少すると、体内に不足しているホルモンを、補充するホルモン補充療法がよく行われます。特に、この方法は健康保険の対象となることが多く、多くの人がより簡単に治療を受けられるようになります。しかし、 日本やアジアの多くの国では副作用への懸念から男女ともこの方法を選択する人は少なく適切な治療が受けられません。しかしホルモン補充はこれらの不快な症状を軽減するのに役立つ解決策であると私は信じています。男性も女性も生活の質を向上させるためにホルモン補充療法を受けることを真剣に検討する必要があります。この療法は ホルモンのバランスを整えるだけでなく、身体的健康と精神的健康の改善にも役立ちます。倦怠感や活力の低下などの高年期障害に悩まされている男性の方は、迷わずメンズクリニックにお越しいただき、タイムリーなアドバイスと治療を受けてください。中年の困難があなたの人生を妨げないようにしてください。私自身も男性ホルモン療法を、 言っていますが、体の調子がかなり良くなり、気持ちも明るく前向きになっていることに気づきました。私の個人的な考えのいくつか。まず、生活習慣とメンタルヘルスの大切さをより深く認識するようになりました。私たちが毎日行う行動は、大小を問わず、私たちの健康全体に大きな影響を与えます。強くて前向きな精神を維持することは、 困難に立ち向かうのに役立つだけでなく、寿命を延ばすことにも重要な貢献をします。精神的健康は身体的健康から切り離すことはできず、両方とも注意深くケアする必要があります。第2に。人間の寿命は私たちが通常考えているよりも多くの要因によって決定されることに気づきました。遺伝、生活習慣、環境、精神的健康。 これらすべてが混ざり合って相互作用し、私たちの寿命を決定します。これは固定された数字ではなく、多くの複雑な要因の結果であり、私たちは人生を様々な角度から見る必要があります。第3に、この物語を通して、私は健康で幸せな生活を送るための個人の責任についてより明確に、理解しました。 健康は運命に任せるものではなく、たゆまぬ努力のたまものです。今日の共有が、より健康で、より有意義で充実した人生に向けて、あなたにインスピレーションと励ましを与えることを願っています。結局のところ、私が学んだのは、変化はまだ手の届くところにあるということです。これは非常に前向きなメッセージをもたらします。つまり、 私たちは自分の生活を変えることを積極的に選択できるということです。食生活の改善、運動、自分自身や愛する人たちと過ごす時間など、良い習慣を始めるのに遅すぎるということはありません。あらゆる小さな変化が大きな影響を与える可能性を秘めています。このストーリーが役に立ち、刺激になったと思われた場合は、 コメント1を残してください。そうでない場合はコメント0を残してください。あなたのフィードバックは私たちにとって非常に重要です。貴重なお時間を割いてビデオ全体をご覧いただきありがとうございます。